皆さんこんばんは。ストップインボイスの阿部と申します。突然始めることにいたしました。久々のスペースインボイスレディオですが、これって、あれですかね。お聞きになっている方というのがここに表示されたりするんですよね。今、2名の方が参加されているということは、2名、の方が聞いているということでしょうかと思ったら、お一人、岡本麻也さんではないじゃないですか。ありがとうございます。皆さんお忙しい中。インボイスレディオ、久々に始めたいと思います。毎週水曜日夜8時、インボイスの問題点を深掘りするインボイスレディオ。ずっとですね、忙しかったんです。フリーランスって時間が自由に使える分、急ぎじゃない仕事をついつい後回しにしてしまうという、まあ私の悪い癖なんですけども、もうとにかくですね、去年じゃないですね、先月の日比谷野音ミーティングに向けて、もう毎日のようにいろんなことやっていたおかげでですね、いろんな仕事を、なんていうんですか、先延ばしにできる納品が後ろの方にある仕事を全部押しのけていたらですね、11月がもうものすごくやばい状況になっておりまして、で、もうストップインボイスのメンバーなんかそんな人が結構いまして、この間3人ぐらいでちょっと LINE でやり取りしてたら、僕は正直納品遅れでクレームが来ちゃったり、もう一人の方も仕事でミスをしたとか、まあ、みんなしてそんなことが起きているような状況がある、あって、まあそんな、でもやっぱり日比谷野音成功させようということでみんなで頑張っておりました。というわけでですね、僕はすごく忙しくてですね、本当はすぐにでも野音のご報告とかしたかったんですが、今日は11月16日ですね、もう野音からどのぐらい経ったんでしょうかね、3週間ぐらいでしょうか。ようやく、ようやくというかですね、今日も実は僕この後仕事がありまして、なのでちょっといつもより早めに始めてしまったんですが、でも今このタイミングしかないということでインボイスレディオを久々に始めてみました。今日国会周辺では大事なイベントがありまして、これをお聞きの皆さんも、もうすでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、でですね、しかし僕も参加したかったんですけど、今日実は僕今静岡にいます。明日も朝から静岡で仕事があるんで、ちょっと静岡で今日は一泊するんですが、で、朝ですね、ボイクションの福宮大先生にですね、気持ちは東京に置いてきたって僕 DM したんです。そしたら、福宮さんから、いや、むしろ東京に置いていかないで、その気持ち全国に届けてくださいという DM の返信があったんで、というわけで今日、インボイスレディオ始めてみました。これお決まりのこれを言わなきゃいけないですね。私たちの団体の正式名称は、インボイス制度を考えるフリーランスの会と申します。ストップインボイスの合言葉のもと、インボイスに関する様々な情報を発信しています。というわけで、本日、静岡のビジネスホテルでお届けしております、インボイスレディオ。タイトルは、潮目は変わった。ということにしてみました。いろいろと野音のご報告、野音のご報告やこれからのことをお伝えできればと思っております。で、まず野音のお礼です。本当に皆様ありがとうございました。会場には1200人、YouTube でも配信、同時配信したんですけども、1000人以上の方がご覧になっていて、終わる頃にはですね、その YouTube のちょっとその都内、何でしょう、地方にいるメンバーが YouTube 動画配信もいろいろと、操作といいますか担当されてた方がいまして、その方曰く、延べ人数で言えば、あの時イベント終わる頃には2000人以上の、まあ、延べ人数だったっていう話で、まあもうこれはだからあの日同時に見てた人たちは3000人を超えていたんじゃないかと思っております。3000人というと野音のキャパを超えたって感じなんで、
いや、本当にすごい盛り上がりだったんじゃないですかね。で、改めて、私がストップインボイスの声を上げるわけ、10.26 日比谷ミーティングの YouTube の動画をさっきアーカイブというか見てみたら、視聴者数が 1.1 万人を超えていましたね。これ、すごいですね。1万人が見てくれたっていうのは、ちょっと打足と言いますか、僕最近、ある仕事で YouTube の、番組を作る企画をちょっと参加してたんですけども、そこの、クライアントさんから1万人目指してほしいとか言われてまして、もう、要するにそういうクライアント、企業さんとかが目指す数字ですよね、この1万人視聴っていうのは。いや、その数字を叩き出せたっていうのは本当にすごいと思ってます。で、何がすごいって僕ら本当に動員力がないんですよ。たまに SNS なんかでこう見てると、なんでしょうかね。なんか、どっかの政党の色がついてる、色っていうか、どっかの政党から、それこそ、なんか、金もらってんのかよ、みたいな、なんかそういうことをつぶやく、ちょっと性格がひん曲がった人がいるんですけど、僕ら本当になんかそういうものが何にもなくて、本当にフリーランスの集まりで、本当にこう、インボイスの影響を受けることが怖くて、集まってる人間の集まりなんです。で、本当に動員力なんか何にもない中、この1200人が現場で集まって同時視聴者が1000人とか2000人いるっていうのは非常に画期的だったんじゃないかと思っております。僕は会場にもちろんいたんですけど、会場を見てるといろんな方が本当にいました。なんでしょうね。本当若い、多分、こういう集会僕行ったことがないからわからない。行ったこと最近はあるんですけど、でもやっぱ年齢層がすごく若かった気がします。で、いろんな個性豊かな方たちがいらっしゃったような気がします。で、ちょっとこの日比谷野音のことを振り返りたいと思うんですけど、どこから話しましょうか。もうですね、いろんなことが本当にあって、あんまりこう、なんでしょうかね。ちゃんと振り返れていないんですが、振り返りましょう。どこから振り返ろう。前日ぐらいのお話、ちょっと裏話をしましょうか。ヤホンの。前日ですね。メンバーの間に激震が走った情報が、水道橋博士が出演できない。これは僕らは、衝撃が走りましたね。というのも、水道橋博士とはですね、ごめんなさい。水道橋博士先生ですね。ついつい水道橋博士と呼び捨てにしてしまうんですが、博士は名前ですよね。なので、水道橋博士先生とはですね、令和新選組から立候補する前から、ストップインボイスの発起人である小泉さんが YouTube でこうコラボをしたりとか、そういう間柄だったってこともあって、ぜひとも、この野音には出てほしかったんですが、前日になってちょっと難しいということで、まあ、体調不良だということだったんですけども、で、そうですね、これは、僕はどこまで話していいかよくわかんないんですけど、その事務所、議員事務所、秘書さんの方からは、18時ぐらいにその情報はリリース、伏せてほしいけども、リリースするなら18時ぐらい。という話もあって、で僕らも、もう体調不良はもうしょうがないですからね、それこそあれですよね、その後ニュースで知ったんですけど、大変なご病気というか、だと思うので、すごく僕は心配しておりますが、そうですね、なんて言ったらいいのかわからないんですけども、元気な水道橋博士、と会いたいなと思っておりますが、僕らもその水道橋博士が NG になってしまったら、じゃあどうなるんだろうと、代わりの、で事務所の方からは、誰か代行、代わりでっていう話があって、で僕らも、ストップインボイスと関係のある令和新選組でいうと、山本太郎代表とも、お会いしたことがあったり、あとは、あれですね、参院選の頃に、大島楠夫さんですとか、あと、長谷川ういこさんとかが、あとは、元プロレスラーの、竹村さんですよね。竹村勝志さんにがご出演いただいていたので、そういう関係のある方が登場される
ピンチヒッターで出られるのかなと、なんて思っていて、で、いたんです。さて、それで当日どうなったかは、また、後ほどお話しします。で、というのもですね、前日もう一本、電話が僕の元に入ったんです。それがですね、社民党の方でした。今回ですね、野音やるにあたって、僕ら本当に、全部の政党に声掛けはしていて、当然登壇者の中には、自民党も公明党も来てないじゃないかとおっしゃってる方もいて、まあ、実際いらっしゃらなかったんですけど、声掛けはしていたんです。で、ちょっといろいろがあって、出られませんというお返事もいただいてはいてですね。で、そういう状況で、でもう一つ、社民党さんには結構前からオファーかけていたんですけど、もう梨のつぶてで、あ、これはダメかなと思っていたら、前日になって、福島みずほが伺えそうです。という電話がかかってきたんです。伺えそうですってことは、伺えない可能性もあるんですかとか言いながら。で、どうも行けるとしたら、19時過ぎだろう。となってたんです。で、当日ですね、第1部、第2部と一応分けていて、スタートが6時半からで、で、30分間が第1部で、そこが国会議員の先生方のが登壇するっていう時間だったんです。で、で、その後、その当日の登壇者の方たちの集合写真を撮るフォトセッションをやろうなんて言ってたんです。で、ちょっとそういう状況もお伝えしたら、わかりました。ファイナルアンサーは明日のお昼にしますというふうに言われまして、電話を切られました。さて、令和新選組は来てくれるのか、社民党の福島みずほ党首は来てくれるのかっていうのが前日の状況でした。で、当日ですね、もう本当に登壇者結局何人いたんですかね、10人以上で、時間が、6時半スタートで、そうなんです。野音ってもう9時には完全撤収だったんで、8時には終わなきゃいけないということで、で、だから実質1時間半に何人いるんですかね、何人いらっしゃったんでしょうか、登壇者は。ちょっと調べてみましょうか。まあ、ちょっとまた、パッと出てこないんですけど、まあ、それどう考えても、時間がまずいぞと。一人何分喋るんだみたいなことを、本当にもう当日のお昼過ぎまでずっとやり取りしてました。で、僕、交番表も作ってたんですけど、交番表を作っていくと、明らかに8時超えるじゃないかみたいなことになってて、どうしたもんかっていうのをずっとその当日もやっておりました。で、まあ、本番を迎えるんですけども、そうですね、本番迎えるというと、僕ボイクションの皆さんにお願いして、コメントの代読っていう企画したんですけども、これ僕はすごく思い入れが実はあったんです。それというのもですね、本当は僕、オープンマイクをやりたかったんです。というのもですね、登壇者の方々、本当に著名な方々たくさん出ていただいて、議員さんにも出ていただいて、それはすごく価値があって意味があることなんですけども、それと同じぐらい価値があって意味があることとしては、やっぱり名もなき無名な当事者の人たち、やっぱりそういう人たちの声も僕はすごくこの日に拾い上げたいという思いがありまして、で、オープンマイクを本当にやりたかったんですが、まあ、いろんな諸事情、まあ、人数の問題があったり、なんでしょう、まあ、設備の問題とかがあって、まあ、できないとなった時に、ボイクションさんが、6時、そのオープン、スタートが6時半で、会場が6時、その30分の間で、代読してくださるってことになったので、で、募集をかけたら、いろんな方から、コメントいただいて、で、実はですね、当日、YouTube で中継していたんですが、残念ながら、その30分間に代読していた音声というのが、YouTube では流れていませんでしたね。これ僕すごくショックだったんですが、で、今、ちょっとなんとかその時の音源がどこかにないかと思って、今探しているところです。機会があったら、どこでしょうね。このスペースかもしれないし、
YouTube かもしれないんですけども、アップできるようにしたいなと思ってます。やっぱりお一人お一人の、なんでしょう、インボイスって、あとはフリーランスとか個人事業主とかっていろんな働き方があって、それぞれ、受ける影響が違うので、なので、だからこそ、一人一人の声を拾い上げたいという思いがあるので、なんか、ちょっとぜひとも音声は探したいと思っております。で、当日なんですけども、6時頃、一番最初に会場入りされた方がいらっしゃいまして、それが、スタンダップコメディの清水博さんでした。6時前だった気がしますね。じゃちょっと清水、ちょっと順を追って話しましょう。清水さんの話はまた後にします。で、第1部がですね、立憲の落合孝之議員が、とか、まあ、立憲、共産、令和、社民、国民、この5つの党の、国会議員の先生が登壇していただいたんですけども、立憲で言えば、落合孝之先生なんかは、インボイスレディオ校にも出ていただいたり、まあ、僕らも陳情してお会いしたりしていて、で、落合議員はずっとインボイス扱ってきたんですよね。この6年前制度が通った時から国会で扱っていて。で、まあ別にこれ登壇した時に話してはいなかったんですけど、僕の、印象深かったのは、落合議員が前おっしゃってたのは、6年前国会で議論なんて全然されてなかったっていうんですね。やっぱりインボイスのことは。むしろその時に何が、議論されてたか、されてたかというと、軽減税率ですよね。軽減税率 8%、10%、その税率をどうするかとか、そういう話がメインだったので、インボイスの話題なんか全然上ってなかったっていうんです。で、高橋洋一さん、ご存知でしょうか。高橋洋一大先生からですね、実は我々喧嘩を売られています。という、こういう話を、このレディオでしちゃっていいんですかね。まあ、しちゃいますけども、高橋洋一さんが自分の YouTube チャンネルでですね、我々の、この野音のイベントの、このチラシを出しながらですね、いろんなことをおっしゃってるんですけども、その中でですね、法律上の根拠がないというなら、4年前に行政訴訟をしなきゃダメだよ。その時、言わなきゃダメじゃんっておっしゃってる。まあ僕、このおっしゃってる意味はよく、なんで4年前とか、まあ根拠はあるんだと思うんですけど、よくわかんなかったんですが、まあこういうことをおっしゃってるんですよね。で、実際、こういう活動してると、高橋洋一さんのように、法案取った時に文句言えよっていう人ってたくさんいるんですけど、でもやっぱり落合議員の話だと、そんな議論、もともと6年前にされてなかったっていうのが、やっぱり一つ答えというか、まあ、反論の、答えといいますか。そうですね。なので、だからこそ僕らはやっぱり今、声を上げていかなきゃいけないんじゃないかななんて思っております。で、あと僕、この裏話としては、国民民主党の浜口議員が登壇されたっていうのはすごく画期的だと思ってます。というのも、国民民主党って、まあ皆さんご存知かもしれませんが、支持母体といいますか、組織、団体の中に、まあ、名前出すって、出していいのわかんないけど、まあ共産党がすごく嫌いな組織とかがあったりするんですよね。で、あとは、国民民主党ってやっぱり立憲民主党と分かれたところがあるので、そういう議員が、同じ、その共産党も、国民民主党もいる壇上に上がるっていうのはすごく画期的だと思ってます。本当にクレーム来るらしいです。こういう、そういうことをやってると、あなた、共産党と同じ壇上に立ったのとか、なんで立憲と同じ壇上にいるんですかとか、まあ、そういう支持者からこうクレームが来たり、支持団体からクレームが来たりとかするんで、本当に浜口誠議員、僕、ダメ元でオファーしたんですけども、まさか OK の返事をもらえると思ってなくて、もう正直、浜口議員には、オファーをもらえるとは思ってませんでしたと言ってしまったんですが、で、その後も大丈夫でしたかと、こう、お聞きしたんですけども、まあ、引き続きストップインボイスに向けて頑張りましょうというメッセージもいただいております。これ、裏話として言っちゃおうかな。いいのかな。ですね。なんかあれらしいですよ。浜口議員って、すごく、なんでしょう、きっちりされたお話をされる代わりに、なんでしょう、あんまりインパクトのないメッセージだったりもするんですけど、ただ、やっぱりそういう、きっちりしている
浜口先生だったからこそクレームが来なかったというどうも噂があります。というわけで、まあ、本当にこの国民民主党がこの場に立ってくれたっていうのはすごく嬉しかったです。で、さてさて、あと、そう、共産党さんからは、そうですよ。さっきもお伝えしたように、時間ねえじゃねえかって言ってる中、当日になってですね、山添拓さんが登場するというハプニングが起きまして、ね、山添さん、ぜひとも登壇していただきたいんですけども、時間がないけども大丈夫かみたいな感じで、急遽 僕が聞いたのが多分6時過ぎぐらいですね、山添さんが入りますみたいなのが聞いて、本当かいみたいな感じで、で、山添さん、僕はすごいなと思ったのがですね、第1部が終わった後、議員さん皆さん帰られたんですけど、山添さんだけは会場に残ってひっそりと、第2部もご覧になってました。なんか、山添さんの良いところというか、すごいところっていうのは、まあそういうとこかなっていうのは、なんかすごく感じてます。山添さん、多分確か2月ぐらいに国会でも質疑したときに、その前日に僕らヒアリングをオンラインで受けてるというか、お話を聞きたいっていうのが、山添さんの方から連絡があって、ズームを使って、いろいろ僕らの現状とかお伝えしたら、翌日その国会でその通りというか、その話もしてくれて、だからすごくなんていうんですかね、ちゃんとこう国民と接する方なんだなっていうのが、その野音終わって、客席で、第2部も見ている山添さんを見て、すごく感じました。で、さてさて、令和新選組、水道橋博士大先生の後、代行としてどなたが出てくれるのか、僕らは大島楠夫さんや長谷川ういこさんと予想していたらですね、なんと、大石、議員、大石あきこさんでしたっけ。大石あきこさんですよね。ですよね。大石あきこ議員が来てくれるという、まあ、国会議員の方が出てくれるということで、まあ、驚きました。非常に驚きました。まあ、それだけやっぱり令和新選組としても、このイベントを一つのこう大きな、なんでしょう、イベント、集会と捉えていただけたんだ、じゃない、いただけていたんだろうな、なんて思いました。で、ちょっと振り返りとして、そうですね、さっきちょっとその次と後でって言ったんですけど、清水博士さんがやっぱりずっと面白かったのが、面白かったっていうか、一番誰よりも最初に来て、こう会場のチェックとかするんですよね。ステージに上がってマイクのチェックしたりとか、で客席側に回ってこの舞台の見え方を見たりとか、やっぱそういうのがすごく芸人さんというかエンターテイナーだなとすごく思いました。そういう方、もちろん国会議員の先生なんかそんなことしませんし、ただもう一人ステージを本番前に見ていた方がいたんです。それがダース・レーダーさんでしたね。ダース・レーダーさんはずっと袖口で第一部をこうずっと見ていて、で自分の登板する時間帯とかもチェックしたりとかして、やっぱりそういうエンターテイメントやる方ってそういうチェックをするんだなっていうのは横で見てて感じました。あとですね、横で見てて感じたこともう一つあるんですが、当日丸尾聡さんが登壇できないということが、ちょっと体調不良ということでお話があって、で丸尾さんは演劇の会ですよね、インボイス制度を考える演劇人の会の世話人をやられているんですけども、そうなんですよ、丸尾さんが出られないってなった時に、じゃあどうしようってなって、で我々がストップインボイスのメンバーでもあって、この演劇人の会のメンバーでもある広瀬彩さんが代読しようじゃないかってことになったんです。で僕はですね、この最近泣きたい時にはこの広瀬彩さんの代読を YouTube で見るようにしています。皆さんもまだご覧になられていない方はぜひとも YouTube で見てください。すごく演劇業界の切実なこのコロナ禍における現状で、そこでこのインボイスが始まるとどうなるかっていう話がすごく切実に語られていてですね、泣けるんですけども、それはやっぱり広瀬さん、彩さんの代読もすごく良かったですが、多分皆さんよりも僕は感動している理由が一個あるんです。というのもですね、
これは、あやさんに、そう、あやさんがですね、ずっと楽屋の裏で原稿を読む練習をしてたんですよね。一人でブツブツとこう原稿を見ながら。で、僕はその姿を見てたから、彼女が、袖口から登壇、ステージに向かうときに思わずこう、頑張ってってこう声をかけてしまったんですが、なんかそういう彼女の姿を見ていたから、なんかこういう話をしてる今もなんか泣けてきそうになっちゃうんですけど、すごく、僕は最近泣きたいときには、この丸尾さんの原稿の広瀬彩さんが代読する動画を見ております。さて、こんな裏話って面白いんですかね。大丈夫ですかね。そうですね。あとは、藤井聡さんが当日、スケジュール都合が合わなかったっていうのが残念でしたね。ただ、コメントを寄せていただけたのはすごく嬉しかったです。あと、登壇最後に、一番最後に決まったのが、経済ジャーナリストの荻原博子さんですね。あれは数日前、もう、フライヤー、チラシを印刷所に入稿するぞっていう、1時間とか2時間ぐらい前に連絡が来て、ぜひとも登壇お話しさせてくださいってことだったんで、急遽その印刷も止めてっていう作業をしました。はい。そうだ。あと福島みずほさん、じゃあ実際登壇本当に来てくれるのかっていうというのと、もう一人ですね、僕ら受付、実は裏口に登壇者用の受付っていうのがあったんですね。で、まあ、当然、福島さんはまだ来ないってチェックを入れてたんですけど、もう一人、チェックが入ってない方がですね、実はアニメーターの西井テレミさんがチェック入ってなかったんです。あれ、やばいじゃないかと。登壇もう始まるんだけど、どうすんだって言ったら、実は西井さん、もう4時、5時ぐらいから、すでに会場にいたという、まあ、そんなオチでしたが、はい。で、福島さんも駆けつけてくれて、そうですね。なんでしょう。このトークリレーって、最初やろうって言った時にですね、実は反対する意見が、こういう集会とかすごく慣れてる団体さんから実はあったんです。トークリレーをすると、どうせ同じ話ばっかりになるんだって言われたんですね。で、インボイスで同じ話になるからトークリレーしてもつまんないよって言われてたんですが、僕、当日は本当に僕、会場駆けずに回ってたので、実は皆さんの登壇のお話って全然聞けてなかったんですけど、後日改めてアーカイブで見てたら、誰一人として同じことを話してなかったんですよね。で、これはすごく、このインボイスって、それだけやっぱり多種多様な人々がいて、多種多様な働き方があって、そしてそれぞれに影響を及ぼす制度っていうのを、そういうものなんだなってすごく感じました。で、もちろん登壇者の方々がやっぱりすごくお話上手な方も多かったので、そういうのもあって、正直ですね、この、こういう政治的な集会の動画の中では、エンタメのコンテンツとして、すごく僕、この、自画自賛ではないですけど、この野音のイベントって、すごくコンテンツとして成立してるんじゃないかなと思ってます。だからこそ今、1万1000人以上の方が視聴されてるんじゃないかななんて思ってます。で、そして何よりもこの野音成功したのはですね、本当にクラファンご支援いただいた方々のおかげだと思っております。そして当日もカンパしたいという方も、いらっしゃいまして、本当にありがとうございました。最終的にクラファンは、255名の支援者で、すごいですね。本当に予想、想像もしてなかったです。僕は発起人の小泉さんと野音にお金を払った日一緒に行ったんですけど、本当にこれどうする、クラファン集まんなかったらお金どうしようかって僕は本当に正直自腹切るとか、そんなの覚悟してたんですけども、おかげさまでクラファン100万、101万円ですね。101万円のご支援をいただきました。ありがとうございます。おかげで SNS とかでもバンバン広告を打ったりとか、そういう活動ができたのもこのクラファンのおかげだと思っております。で、
いろいろネクストゴールなんかも設けたんですけど、実際支出がですね、結局80万ぐらいですかね、行ってて、残りあと20万ぐらいが、これは何て言えばいいんですか、こういうのって黒字って言い方なんですか、まああるんですけども、このお金も大切に使わせていただきます。その後もいろんな活動をしておりまして、そういったところに当てさせていただければと思っております。当日ボランティアで参加してくれた方もいらっしゃいまして、もう本当前日ぐらいに連絡いただいたりとかして、でそういった方々がいらっしゃったおかげで本当にこの支出額に抑えられたので、そのクラファンに支援いただいた方も、当日ボランティアで参加してくれた方も、そしてご参加もちろんいただいた方や視聴していただいた方に本当に改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ちょっと今いろんなことバタバタしているので、ちょっとまだ具体的には進んでないんですけども、リアルの勉強会もしたいなと税理士の先生方ともお話ししております。で、クラファンも終了今しております。で、1万円以上ご支援いただいた方だと思うんですけど、ご支援いただいた方にはステッカーを配送しております。11月下旬ぐらいから順次発送作業をしたいと思いますので、もう少しお待ちいただけたらと思います。というところが野音の振り返りご報告になりますでしょうか。で、ですね、その後もいろいろ本当にもう連日のように議員会館に行ったりとか、なんかそんなことしてるんですけど、例えば11月2日にはですね、税理士の古藤教授先生が呼びかけ人となっているインボイス制度の中止を求める税理士の会の議員会館での集会がありました。この会に賛同している税理士さん、現在、さっきホームページ見たら512人です。この会発足したのが6月9日だったと思います。その時の賛同人が350人ぐらいだったので、あれから5ヶ月近く経って、だから200名ぐらいの方が増えています。この数ぜひとも1000人ぐらいにしたいと古藤先生もおっしゃってたので、よろしくお願いします。そしてですね、実はご報告があります。インボイス川柳ファンの皆様いらっしゃいますでしょうか。ついに僕たちやりました。やっちゃいました。ですね、この、税理士の会の集会でですね、なんと古藤教授先生がインボイス川柳をお気に召されまして、先生自ら優秀な作品を選んでくださいまして、そしてプラカードにしてこの集会で掲げてくださったんです。いや、僕は涙ちょちょ切れました。本当にインボイス川柳ひねってきてよかったなと思います。まさか古藤教授先生にしかも気に入っていただいて選んでいただけるとは思いませんでした。なのでちょっと以前にも、インボイスレディオで投稿した、なんていうんですか、読んだ句もあるんですけど、ちょっと改めてインボイス川柳久々に読んでみたいと思います。犬飼淳さんからの投稿です。その先に待ち受けるのは大増税。いや、犬飼さんといえばもうずっと前からインボイス問題を取り上げてくださっている方ですね。ありがたいことです。続いての投稿です。京さんからの投稿です。番号をもらえば納税事務負担。はい。そして次は IBK さんからの投稿です。IBK さんはですね、もうすごくインボイスに関するリツイートとかすごくしてくれるので僕は助かっております。はい。外注さんとギスギスするの本当いいや。僕ですね、実はライターさんとかデザイナーさんとかに仕事を発注する側でもあるんで、この気持ち本当によくわかります。はい。続いての投稿、我らが兄貴昨夜俊介、ボイクションの昨夜俊介さんからの投稿です。コロナ禍の若き目カラスインボイス。続いては、京さんからの投稿です。番号は税務署取引つかむため。はい、続いて、ライダーさんからの投稿です。ライダーさんともちょっと、前ちょっと LINE じゃない、なんて言うんですか、ちょっとお礼をお伝えして、ずいぶん前からこのインボイスレディオに、投稿してくださっている方です。8と10、別に問題出てないよ。はい。
で、続いての投稿、安倍晋さんから、あ、私ですね。いや、ここに僕の名前が入ったことは本当にありがたかったです。税制が死ぬ死ぬ迫るインボイス。というわけでですね、古藤先生の事務所から、このインボイス川柳、プラカードにしていいですかっていう話が来たんですけども、いいですかっていうか、まあ、ね、作者の方々にちょっと確認取らせてくださいというわけで、皆さんに、確認を取りましたら、皆さん心よく OK、むしろ、古藤先生に選んでいただいて光栄ですというご回答をいただいたんですが、ですね、先ほど読んだ、京さんっていう方がですね、よくわからないんです。どなたか。僕、インボイス川柳全部ツイッター上確認しているんですけども、京さんだけは誰だかよくわからなかったんです。で、そこで、古藤事務所にメールしまして、ちょっと、お一人だけわからない作品があるんですよね、って言ったらですね、その返信がですね、あ、これ、古藤です。京都の京ですね。京は、古藤、京寺の京です。というわけで、一番インボイス川柳を楽しんでいたのは、古藤京寺先生ということでした。しかもですね、今お気づきになられたでしょうか。京さんの投稿だけ2作品選ばれてます。いやー、まあ、それも含めて僕は古藤先生が喜んでくれたならば、よかったなと思ってております。さてさて、そんなわけで、いろいろと野党問わず、その後も陳情したりとか、まあ、他の集会に参加したりとかしているんですけども、とにかく年末に公表される来年度の税制を決める税制改正大綱ですね。これにインボイスについて絶対もうこのなったら盛り込まれるはずなので、そこにこうストップインボイスを盛り込むために、今、波状攻撃のごとく、議員会館に我々足しげく通っております。で、そういった中で、野党の議員さんとのヒアリングもあったり、まあ、当然、与党の先生ともお会いしたりしてるんですけども、議員連盟を立ち上げるなんて話がちらほらあったんです。で、それが今日ようやく発表になりまして、マスコミも入れた、なんですか、ヒアリングっていうんですかね、がありました。僕、正直、ちょっと今日、本当に仕事をさっき終わったばっかなので、まだ確認できてないんですけども、後でゆっくり見たいと思います。で、もう一つですね、漫画、アニメ、声優、演劇4団体のインボイス実態調査発表記者会見っていうのも今日ありました。これも僕、ちょっと今日参加できなかったんですけども、YouTube で、ストップインボイスの YouTube でどちらの記者会見もヒアリングもご覧になられると思うので、ぜひとも見ていただけたらと思います。多分拡散すべきお話がたくさんあるんじゃないかと思ってます。ようやくここまでたどり着いたなっていうか、その記者会見の報道はどうもいろいろとメディアでもすでに取り上げられたり、地上波の報道テレビでも流れたりしているようです。今回のインボイスレディオ、潮目は変わったっていうタイトルつけたんですけども、本当に野音から潮目が変わってるような気がします。こんなにメディアの方が取り上げてくださることもなかったので、もう一つ潮目変わったなと思うのは、自民党の山田太郎議員なんかも、こう延期の話をちょっとちらちらし始めたっていうのがあったり、公明党の、西田税調会長も、なんて言ってたんでしたっけ、小規模事業者への何かしらのこう、なんだったっけな、何かしらの優遇じゃないけど、何かしらのこうことをやらなきゃいけないみたいなことを語ってていたりとかして、今、潮目が本当に変わってきてると思います。だからこそ、我々やっぱり声を上げていきたいなと思っております。そうだ、ごめんなさい、この後半になって恐縮なんですが、ボイクションのアンジー先生から許可を得て、インボイスとは何かみたいな説明をする
テキストをいただいたけど、まあでももう今日8時10分なので、別の機会にしようかなと思うんですが、でも、ちょっとお伝えしましょうかね。今日いろいろメディア見て初めてインボイス知ったって方もいらっしゃると思いますし、今日僕、仕事先でもインボイス制度どうしますっていう、実はその取引先の親、僕から見てる親会社の方に言ったけど、その方も実は、インボイスって実は分かってない、分かんないんだよねみたいなこと言ってて、そうですね、僕、よく覚えてるんですけども、インボイス反対とか言ったら、その言葉を取引先に言ってみろよみたいなこと言われた、ツイッターとかで言われたことなんですけど、正直、クリエイターの仕事って現場はみんな仲いいです。チームなんですよね。親会社だったりとかするんですけど、チームなんですよ。さっきのインボイス占領の中でも、外注さんとギスギスするのは嫌だって話があったんですけども、その税制のことで、なんですかね、消費税、ないないポッポしてるとか、そんなこと現場の人から言われたことないし、みんなそれぞれ、それ大事な、かけちゃいけない仲間なので、という話、ちょっとなんか、支離滅裂になってきたんですが、ちょっとせっかくなんで、ちょっと長いんですけども、インボイス制度どんなものかっていうのをご説明したいと思います。今の日本には、そうですね。はい。今の日本には、消費税の申告をしないといけない人、しなくてもいい人がいます。会社員の人はしなくて大丈夫ですし、事業をやっている人はざっくり言うと1000万円以上稼いでいる人は申告する人、それ以下の売上の人は申告しなくてもいい人です。消費税の申告はとても大変なので、売上が少ないうちは申告しなくても大丈夫ですよと認められています。そう、これ認められてるんですよね。税制で、法律で認められていることです。さて、インボイス制度が始まるとどう変わるでしょうか。消費税の申告をしている人は、これからはインボイスと呼ばれる領収書や請求書がないと税金が増えてしまいます。なので、消費税の申告をする人は、取引先にみんなインボイスを発行してくださいねと呼びかけます。でも、取引先の全員がインボイスを発行してくれるとは限りません。なぜかというと、インボイスを発行できるようになるには、消費税の申告を必ずしないといけなくなるからです。しかも、インボイスを発行できるようになると、本名などの個人情報が流出する可能性があるとのことです。そうですね。あとはインボイス発行するようになるとあれですね。まあ、一月分の月収って言い方ですかね。収入が、増税することになりますね。はい。で、売上1000万円以下の人はインボイスの発行をしたくても事務負担や1ヶ月分の収入相当額の納税が増えることを考えると簡単には登録できないので。インボイスを発行できないんですけど、と取引先に伝えるしかありません。では、インボイスを発行できないこの人は何が起こるでしょうか。うちも税金が増えると困るので、あなたがインボイス発行をしないなら値引きさせてくださいと言われてしまうかもしれません。それだけならまだしも、もしかしたら、じゃあめんどくさいので今後はお取引きしませんと言われるかもしれません。こうして収入が減ることになる人の中には、こんなんじゃやっていけない、廃業しようという人も出てくるかもしれません。実際多分僕ちょっと今日見てないんですけども、今日の、記者会見の中できっとアンケート調査の報告があったと思うんですけども、いろいろもう業界によっては2割ぐらいが廃業を検討するって考えてすでにいるんですね。インボイス制度が始まると。なのでこれ、そういう人が出てくるかもしれませんとは言っていますが、本当にそういう可能性は高いと思います。で、そういう人っていうのが、あなたの好きなアニメの声優だったり、例えば僕が思うには、よく行くライブハウスやクラブだったり、いつも通っている美容院だったり、近所の飲食店、よく使うクリーニング屋さん、建築現場で働く職人さん、ネットで購入した商品を運んでくれる配送屋さん、今日あなたが口にした野菜やお米を育てている農家さん、そういう方だったりします。私たちは無意識のうちにたくさんの小規模事業者、フリーランスと関わって生きています。私たちは今日、今、手にしたものや受けたサービスの向こう側には確実にたくさんの小規模事業者、免税事業者の仕事があります。そういう人たちがいてこそ成り立っているサービスがたくさんあります。インボイスが始まると私たちがどんな生活になるのか、
インボイスによって税収が2500億円の税収が増えるとか、なんかこう、なんでしょう、公平な税制が成り立つとか、そういうふうに言われてますけども、実際始まったら何が失われるのか、これからも皆さんで一緒に考えていけたらと思っております。というところで、アンジー先生ありがとうございました。さてさて、そんなところでしょうか、本日のお話としては。あとは、そうですね、このインボイスレディオにもご登場いただいた、どんぶり勘定事務所の神田先生なんかが、ボイコット大作戦っていうのを挙げていらっしゃるので、ぜひともそういう YouTube も拡散していただいたり、あとその冒頭でお伝えしましたが、高橋陽一大先生が我々を名指しして批判してるんですが、その話を神田先生にしたら、ぜひとも神田先生の方でも高橋陽一大先生の反論動画をあげますとおっしゃってくれたので、そんなのも期待したいと思っております。で、あとはこれをもう発表し、というわけ、発表というか、僕らもその、ボイクションさんとか、アニメーターの皆さんとか、そういう方たちと一緒に、なんかこう、今後はカウンターの動きをしていきたいなっていう話もしてます。その先ほどのその、どんぶり勘定事務所の神田先生じゃないですけど、そのボイコット大作戦というか、そういうものとか、なんかこう、もっとこう周知活動っていうのもまだまだ大事だと思うんですけども、次のフェーズに入ってきたかなと、この潮目が変わってきて、そんな風にも思うので、もう少しなんかカウンター、反対のための何かできたらいいななんて思っております。さてさて、本日はいろいろと取り留めもなくお話ししてしまいましたが、本日のスペース、これ、いつも台本読んでるやつなんですけど、本日のスペースは録音に残すんでしょうか？後日 YouTube でもアップするんでしょうか？またノートでも読めるようにするのでしょうか？ちょっとその辺はわかりませんが、Twitter のフォローや YouTube のチャンネル登録もまだまだよろしくお願いします。そしてオンライン署名もどんどん集めていきたいと思っております。今10万筆突破して、これもぜひとも財務省に届ける企画もしておりますので、こちらもご期待いただけたらというのと、あとですね、やっぱ10万筆じゃまだまだ足りないという実は与党議員の先生からの声もあるので、この数やっぱり30万、40万と集めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そんなわけで、本日突然始めちゃいましたが、お聞きになっていただいた皆様ありがとうございました。あ、岡本真也さんが拍手を送ってくださいました。ありがとうございます。あ、これは、豊かレオンさん。あ、豊かさんもありがとうございます。アイコン変わったんですね。一瞬分からなかったです。ありがとうございます。